こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は群馬県高崎市、高崎駅西口にやってきました。ここ最近訪れる頻度が高くなっています。本日は晴天というわけではなく、どんよりとした曇り空。まだ雨は降っていません。高崎駅の方は開業から140年を迎えたようです。おめでとうございます。合わせまして、多客員臨時列車が運行されます。大きな汽笛が周辺に響き渡りましたので、早速移動してきました。高崎アリーナの周辺となります。いずれの車両も周辺に位置します群馬車両センターに所属します。奥に見えている旧型客車を各機関車で牽引しまして運行されます。上越線や信越線を特別運行。すでに C61 型20号機が車両センターから構内の方に改装されてきています。ヘッドマークが取り付けられています。この後入れ替え作業行われるかと思いますので、今回は様子を見ていきたいと思います。残念ながら時間の都合上乗車することはできません。この後運行されます臨時列車、臨時快速高崎駅開業140年横川号となります。高崎から横川間の往復運行。終着となる横川駅、進行方向を変えるための転車台がありません。蒸気機関車のほか電気機関車が連結されまして、旧型客車をプッシュプル。大きな汽笛が炸裂しました。ちょっとびっくりしました。そしてバックをし始めまして、この後は旧型客車のもとに向かうんではないかと思います。いやー、ものすごい迫力です。この奥に旧型客車が留置されています。高崎からの往路は先頭に蒸気機関車というわけではありません。電気機関車が先頭に立ちます。列車名の方も EL という名前になっています。電気機関車の方は何が牽引するのかなと思っていたところ、左奥に EF64 型旋盤台が待機をしています。この後20号機が旧型客車を牽引しまして、一旦車両センター方面に進むかと思います。そして左の EF64 型旋盤台がやってきまして、反対側に連結、プッシュプルの完成。その後高崎駅の方に向かいまして、臨時列車に充当という流れになるんではないかと思います。
20号機の先頭には特別なヘッドマークが取り付けられていました。そして1号車を先頭に旧型客車が牽引されてきます。この後の運行、こちらの向きが最後尾になります。復刻塗装の6号車、今回の運行は6両編成となるようです。そして推進運転でこの後 EF64 型1000番台のもとに向かうかと思います。旧型客車の方、約1週間前は4両編成、秩父鉄道の方で熊谷車両区に所属します C58 型363号機に牽引をされていましたが、今回は C61 型20号機。ちなみにデゴイチD51 型498号機の方は大宮総合車両センターに入場中。デゴイチで思い出しました。以前琵琶湖線能登川駅で見ました。梅小路運転区に所属する D51 型200号機、試運転うまくいったようで、ゴールデンウィークから SL 山口号の牽引機として復活するようです。おめでとうございます。蒸気機関車と電気機関車の大きな汽笛が響き渡りました。連結作業が終了したようです。近くから見ることができないのはちょっと残念です。編成が組み上がりまして戻ってきました。そして停車をします。デキと旧型客車ではなく、今回は EF64 型1001号機と旧型客車になりました。奥になんとなく12系客車が見えています。今回はお留守番になりました。いろいろな特徴がある8両編成が整いまして、そろそろ入れ替え用信号機変わるはずです。こちらの塗装、一部剥げている場所が若干気になります。窓から何か液体が流れたんでしょうか。枠のゴムが劣化をしまして雨が降り流れた可能性もあります。そして入れ替え用信号機変わりました。
現在最後尾の蒸気機関車と無線でやり取りが行われています。じゃあ行くよ、はいよーといったとこでしょうか。動き出しました。はい、ということで高崎駅の方に入線をしてきました。この後出発セレモニーが駅ホームの方で行われまして、横川を目指すことになっています。おそらく大変混雑してるかと思いますので行きませんが、この先もいろんな列車、いろんな車両を見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。この後は別の場所に移動する予定があります。本日はこの辺で高崎アリーナ周辺から失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。これをサムネイルにしたら内容と全く異なってしまいます。それではまた。